INI 高塚ひろむ先生による INI ロックス。あら、ひろむが帰ってくるの？そうだよ。ひろむが、うちのひろむが。3ヶ月ぶりの授業ですね。ありがたい。嬉しいわ。今夜はこの3ヶ月の間に生徒のみんなから届いた書き込みを紹介していくとのこと。うん、INI ロックス。いやー、久しぶりのチュータールームですね。はい、僕自身登校は5月以来3ヶ月ぶりです。ということで、生徒のみんな、元気にしてましたか？みんなの夢をサポートする、スクールオブロックのチューター、INI 高塚ひろむです。いや、前回が5月だから、まあ、学校始まってちょっとしたくらいでしょ？で、そっから3ヶ月経っても、いろいろあったでしょ？もうこの3ヶ月。俺は、あれだな。なんかね、INI は、プラメっていう、ファンの方々に、メールを送れる、なんかコンテンツみたいなのがあるんだけど、そこでなんか、俺は、みんなが、5月病とかにならないようにって言って、毎日頑張ってメールを送ったりとかしてましたね。みんなは、どう過ごしてましたか？この3ヶ月。宿題やりました？まあ、宿題はまあね、まあ、最後にやるもんですよ。もう、お決まりですよ。もうこれは、きっと。もう今聞いてる人は、きっとね、今頑張ってやってるんだよ。俺の声聞きながらね。まあまあまあ。まあそんなことは置いといて。まあ先生としての調子も戻ってきましたかね。はい。早速、授業を始めていきましょう。初日の今夜は、生徒のみんなから届いていた書き込みを紹介していきます。ということで、この3ヶ月、INI、僕たち INI はですね、サードシングルとなる M のリリースをしました。ありがとうございます。5月ここに来た時は8月って結構あったなと思ってたんですけど、もう本当に思った以上にあっという間でしたね。もうそれぐらい密度が濃い3ヶ月でした。ひろむ先生、私の自慢を聞いてください。1学期に行われた中間テスト、期末テストの国語でどちらも100点を取ることができました。おお、すごい。すごく苦手な教科でテストも難しかったので自信はなかったですけど、100点を取れてとても嬉しかったです。もうすぐ始まる2学期は他の教科でも100点取れるように頑張ります。すごくない？え、100点今まで取ったことあるかな俺。いや、ない。5問くらいの漢字テストくらいじゃないですか。え、中間テストと期末テストでしょ。すごくない？しかも2つともでしょ。すごっ。すごい、よく頑張った、おめでとう。しかも苦手な教科で100点取るって相当すごくない？この3ヶ月すごいちゃんと頑張って過ごしてたんだね。いや、そんなあちゃんなら2学期も行けますよ。頑張ってください。俺はね、テストどうだったかな。まあ案の定全然テスト勉強してないというか、前日に、あれですね、エナジードリンクと一緒に夜を明かす人間でしたね。いやー、でも、俺、電車通学だったんだけどね、家からその電車が時間あるから、まあ、そこで覚えれば大丈夫かな、みたいな感じで行って、まあ、撃沈してましたね。なんかね、いやまあ、わかんないけど、結構ね、なんか、優等生っぽく見られてたのよ、学生の時。で、テストで、優等生っぽくなんか見えてたのにもかかわらず、テストは全然悪いから、なんか、え？みたいな。え？ひろむそんな低かったの？みたいな感じで、逆にその、クラスの周りの男子とかに、惹かれちゃうっていう。人間でしたね。はい。はい。いや、でも頑張るときは頑張ってたんだよ。うん。はい。次に行きましょう。ひろむ先生、こんばんは。こんばんは。私の学校では、もうすぐ学校祭があります。コロナ禍でありながら、3年間学校祭をなんとかして開催してくれている先生たちには感謝しかありません。ひろむ先生の高校生時代の学校祭の思い出、教えてください。なるほど。ね。俺の学校はね、俺高校の時軽音楽部だったんだけど、
なんかね、部活というか学校のその恒例行事っていうかテーマソングみたいなのを作ってて、でそれをね、軽音部の同期と一緒に作って、でそれを PV も撮って、それをめっちゃやってたね。うん、懐かしい。まあ、それを、まあ、高野祭でやったりとかして、部室にこもって同じ軽音部のメンバーと、まあ、バンド練習したりとか曲作ったりとか、まあ、そういうやってたから、みんなに聞かせるタイミングだったからね、すごい楽しかったですね。逆にね、クラスはね俺ね、だからその俺はその部活の方の準備で精一杯で全然ね手伝えなかったんだよね。俺のクラスね、高3の時は、あ、高3もそうだし高2もそうだし、なんかね、あのアトラクションだったのよ。ちっちゃいジェットコースターみたいなの作ってて、そのジェットコースターがさ、そう、はじめだからみんなで企画してる時に、生徒はみんな乗り気だったんだけど、先生がもう、いやできないって、本当にできるみたいな、あのちょうどねその時の先生が物理の先生で、いやこの狭い教室でそんなジェットコースター作れないみたいな感じで言ってたんだけど、みんな、いややりますって言って、で結局作ってめっちゃ大盛況でしたね。でそれですごいみんな、だから人手もいるし、いろんな準備あって大変だったんだけど、俺全然参加できなくて、ごめんねごめんねって言いながら、あのちょっと覗きに行って、あの完成したそのアトラクションだけ体験させてもらって、すごいあのいいとこ取りでしたね。お送りしているのは INI でパスワードです。イントロのノックするドン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 っていうのがすごい僕は好きだし、すごいキャッチーでいいかなって思います。もうこのシングルはね、まあ MV も公開されましたけど、韓国で撮影をしまして、本当にセットもすごいし、衣装もかっこいいし、本当にねすごい楽しい期間でしたね。その代わりもうめちゃめちゃ大変でしたよ。あのね、結構予定が詰め詰めになってて、まあその中でみんな、あの限られた時間で、あのまあダンスもそうだし、いろいろ準備しないといけなかったっていうのもあって、本当韓国行きはしたんだけどね、もう全然韓国を楽しめないで帰ってきたね。はい、ということで今日の授業はここまで。なんと明日は INI のメンバー池崎理人がこのチュータールームに来てくれます。いやー、なんかそのあれだね、メンバーが来てくれるのはちょっと嬉しいけど、なんかすごい恥ずかしい気持ちになりますね。あの前にね、あの一回そのメンバーに電話をした時はすごいなんかね、あの後めちゃめちゃいじられたんですよ。あれなんだったの、なんかヒロミいつもとトーン違かったよね、そうやっていじられちゃうからね、ちょっと恥ずかしいな。まあまあでもね、リヒトはすごい楽しみにして来てくれてるはずなので、まあ楽しんでいきましょう。はい、リヒトも来てくれるんで、皆さん絶対に遅刻しないように。はい、ということで今日はここまでです。ログインとはスクールオブロックのチュータ、INI 高塚ひろむでした。今夜はこの3ヶ月間の間に届いた生徒からの書き込み紹介していったけども、はい、まあ高塚ひろむ先生の学校祭の思い出はということで、うん、高校の軽音楽部でテーマソングや PV を撮った、うん、もうかっこいいもん、ね、そうだね、始まってるね。マジで羨ましいわ、うん、軽音楽部でテーマソングと PV を撮った、おしゃれ。これが学校祭の思い出なんだよ、だってそうだよ、意味不明だもんね、俺からすると羨ましすぎちゃってこんなの。そうね、なんもないな。そして明日は初のゲスト講師、はい、INI の池崎理人先生が来てくれる。仲良しなのよこの二人。あ、びっくりした、私と。あ、違う仲良くなりたいけど。まあね、すごい仲良いの。でも恥ずかしいよ、同じグループの人が来るっていうのは。わかる、そのいじられるみたいなのもわかる。うん、先生言われてんだよ。